皆さんこんにちは、コツバです。今回のコツバチャンネルの題名はこちら、信康ごとくの血筋をどこまでも、信康の分までどこまでも続いていく家系。今回のコツバチャンネルは信康ごとくが残した血筋を追っていきたいと思います。1579年に徳川家中での世紀の大事件により、築山殿信康はこの世を去ることになります。これによりその直前に家康と於愛の方の間に生まれていた長松丸、後の秀忠が徳川家の世継ぎとはなりますが、信康ごとくの家系もそれにより終わったわけではありません。今回はそんな形で続いていく信康の家系図を紐解いていきたいと思います。信康ごとくの家系のその後はとにかく濃いです。簡単に信康ごとくのこれまでの経緯をおさらいすると、2人は同い年となり、信康は1559年に家康の長男として生まれ、ごとくは信長の娘として生まれています。今作の大河ドラマどうする家康では、松平信康は俳優の細田佳央太さんが演じられておりまして、ごとくは久保史緒里さんが演じられています。織田徳川家は桶狭間の戦いの後に同盟を結ぶことになり、そのつながりの証のため1563年に信康に嫁ぐことが決まっています。そしてその4年後の1567年に9歳で信康のもとに五徳は嫁ぐこととなります。1570年には家康は浜松城に移っているので、信康は岡崎城主となり、改めて五徳は岡崎城主信康を支える立場となっています。その後2人の娘を設けておりますが、信康ごとくは不仲になったと言われています。数々の理由が挙げられておりますが、男子が生まれていないことで築山殿が側室を迎えさせた、信康の性格が荒れていた、様々な問題があったことが考えられています。そして1579年にごとくは父信長に岡崎での出来事について訴状を送ることになります。信康の乱暴な行動や築山殿の武田との内通について記載されていたとされ、この訴状には後年の付け加えなどもありますが、最終的には築山殿信康は最後を迎えることとなります。1580年に五徳は織田家に戻ることになりますが、信康との間に生まれた二人の娘は徳川家に残ることとなります。そして今日はその二人の娘からスタートしていきたいと思います。まずは長女徳姫、信康ごとくの間に1576年に生まれています。1575年が長篠の戦いとなり、1576年は信康の妹亀姫が奥平信政に嫁いでいる年ともなります。信長家康どちらにとっても初孫という存在がこの徳姫です。二人にとっても初孫誕生は相当喜ばしい出来事で嬉しかったのではないでしょうか。おじいちゃんが信長と家康って考えるとスーパーサラブレッドな孫たちということになるんですけれども、そんな徳姫が4歳の時に不幸が訪れます。こんな幼い時に父信康が自刃する信康事件が起きてしまいます。そして1580年には母ごとくは織田家に戻り、徳姫は妹熊姫と共に徳川家に残されることになり、祖父家康の下で育つことになります。1589年には秀吉の肝入りで小笠原秀政に嫁ぐこととなります。この小笠原氏はどの小笠原氏ということについて見ていきましょう。もともとは信濃守護を務めた家柄で開元時の一族となります。1514年に生まれている秀政の祖父長時は家督を相続してほどなくして甲斐から信濃に侵攻してきた武田信玄に苦しめられることになります。そして塩尻峠の戦い、林城の戦いに敗れ、信濃小笠原家は没落することとなります。鎌倉時代に祖先の小笠原長清が承久の乱で幕府軍として東山道軍の大将軍を務めてから300年少々後の出来事となります。この後に小笠原長時は丘陵回復を目指し奔走しておりますが、長時の代にはそれは叶いませんでした。この後に息子の定義が信長王死後のタイミングで徳川家康家臣となり、その力を借りて深志城を奪還して松本城と改めています。そして後にこの徳姫の夫となる小笠原秀政はその際に石川数正に人質として預けられております。1585年にはあろうことかその石川数正が小笠原秀政を連れて秀吉のもとに出奔してしまっています。しかしその後1589年に家督を譲られ、この年に徳姫と秀政は婚姻することになります。1590年には定義秀政親子は秀吉により改易されてしまいまして、妻の実家徳川家に仕えることとなります。こうして小笠原家は命拾いをしたことになります。
この1590年は家康の関東への国替えのタイミングで、これにより下総の国古賀に3万石を家康より配領しています。関ヶ原の戦いの後に信濃の国飯田藩5万石に加増移封され、1613年よりかねてからの丘陵松本藩8万石に加増移封され、小笠原氏は先祖代々の地に戻ることとなります。そしてこの小笠原秀政徳姫の間に生まれた子供たちから家系が大きく広がっていくことになります。まずはこの間に生まれた子供たちで、今回紹介する子供たちを挙げましょう。万姫かっこ兄弟院八須賀義重室、小笠原忠長、小笠原忠実、千代姫かっこ宝珠院細川忠俊室、小笠原忠友、松平重直。これだけ見ると信康自身は悲しい最後を遂げてしまっておりますが、子孫の繁栄はすごいことが伺うことができます。信康の血筋がこのように残っていることはすごい興味深い点でもあります。それではまず秀政徳姫の長女万姫兄弟院です。家康にとっては初のひ孫となります。この万姫は阿波徳島藩主八須賀義重に嫁いでいます。八須賀家は秀吉を支えた八須賀五六の家系となります。1600年に万姫は八須賀義重に嫁ぐことになりますが、この義重は名君とも言われている人物ですが、1620年に若くして亡くなってしまっています。その際に二人の間に生まれている八須賀忠輝が徳島藩二大藩主となっています。この八須賀忠輝は妻には重姫を迎えています。この重姫はどなたということになるんですが、小笠原秀政徳姫の間に生まれた小笠原忠長と信康五徳の間に生まれた次女熊姫の娘亀姫の間に生まれた娘となりまして、いとこ同士の婚姻ということになり、信康家系の色が濃い婚姻となります。八須賀忠輝重姫の間には光孝が生まれておりまして、徳川家光より偏気を受けている人物で、その後は綱道綱則宗和と続き、そして第二代藩主忠輝の五男八須賀隆義の三男の宗輝まで続きますが、血筋的にはここで途絶え養子を迎え、八須賀家は続いていくこととなります。信康五徳からの血筋で八須賀家に受け継がれてからはこの宗輝が最後となるわけです。続いては秀政徳姫の長男小笠原忠長、1595年に生まれています。家康にとっては男子の初のひ孫となる人物です。1607年に小笠原家の家督を相続、そしてこの年に母徳姫は32歳という若さでこの世を去っています。その後忠長は1614年の大阪冬の陣に参陣しています。その翌年の大阪夏の陣では父秀政が出陣して、忠長は松本城の留守居を命じられているのですが、忠長はなんと軍令違反にはなりますが出陣してしまっています。この出陣が忠長の人生を大きく変えることとなるわけです。父秀政と共に戦いますが、秀政忠長伏が戦った天王寺での戦いは大激戦となっておりまして、本田忠友隊が壊滅、そしてその勢いに乗った豊臣軍と小笠原親子はぶつかり、忠長は討ち死に、秀政は瀕死の重傷を負い後に亡くなってしまっています。丘陵復帰したばかりで、これからという時にもうすでにこの世にはいない徳姫ですが、夫とその長男は悲しい結末を迎えてしまっています。忠長は21歳で若くして討ち死にするわけですが、2人の子供たちがおりました。忠長の妻はなんと亀姫炎章院という女性で、この女性の出自はというと松平信康五徳の次女熊姫を母に持つ女性となります。なのでこの婚姻は徳姫から見ると息子の忠長と熊姫から見ると娘との婚姻ということになり、いとこ同士の婚姻ということになりまして、信康五徳から見ると孫同士の婚姻となるわけです。この忠長亀姫の間には重姫小笠原長継が生まれています。この重姫が先ほどの八須賀忠輝に嫁ぎ、江戸時代中期までは八須賀家にはこの血筋が流れています。そして小笠原長継は父忠長が戦死直後に生まれています。家康にとっては先ほどの重姫と共に夜叉子になるということで、この5世代半端ないんですけれども、父の戦死のタイミングでは生まれておらず、小笠原家は叔父の忠真が継ぐこととなります。1626年には播磨の国辰野藩6万石を与えられ、1632年には豊前の国中津藩8万石へ加増移封となっています。
この家系は中津藩としてしばらく続きまして、途中無視断絶により改易となりますが、一族で相続を許され、播磨国安治藩に元寶になり、小笠原本家から養子をもらいながらも存続し、最終的には豊前国小倉藩の本家を継ぐこととなり、家系は続いていくことになります。続いては秀政、徳姫の次男、小笠原忠実。次男ですが、小笠原本家を継ぐこととなる忠実。二人の間に1596年に生まれています。茶人としても有名な忠実ですが、1615年の大阪夏の陣で兄忠長が戦死したことによりまして、小笠原家を相続することになります。そして兄忠長の妻で、いとこの亀姫はこの忠実に妻化することとなります。また剣豪の宮本武蔵も一時期忠実の元にいたと言われています。松本藩から播磨国明石藩10万石に移封となり、豊前国小倉藩15万石へ移封となっておりまして、江戸時代の小笠原家といえば小倉藩というところにたどり着くかと思います。亀姫との間に生まれた2人の男子の長安、長信は家督を継がず、四男の小笠原忠勝が小倉藩2代藩主となっています。この忠勝の妻は浅野光明の娘久姫で、この家系も家康の娘の栗姫から始まる徳川色の濃い家系となります。この忠勝久姫の息子の忠元が小倉藩三代藩主となり、その忠元の子供に小笠原忠房がおり、小倉藩四代藩主となっています。小倉藩五代藩主は兄の子供の小笠原忠光を養子として迎えておりまして、六代藩主は安治藩より小笠原忠方を養子として迎えています。安治藩は先ほど紹介しましたが忠長から始まる家系で、小倉藩は本家となりますが、相互より養子を取り、小笠原家は続いていくこととなります。七代藩主はその子供の小笠原忠明、八代目藩主は師範の小倉新田藩より小笠原忠弘と、ここでも小笠原一族内で血筋をつなぐことになります。九代目藩主も安治藩より養子として忠吉が小倉藩に入ることとなります。この代で激動の時代に突入するわけです。1865年にはこの忠吉が亡くなり、わずか4歳の忠信が後を継ぎますが、この忠吉の謀を秘密にして第二次長州征伐を迎えることとなります。この戦いで小倉城に火を放つことになり、江戸時代の終焉を迎えることとなりますが、なんだかんや紆余曲折しながらも、信康ごとくの血筋はこの家系はここまでたどり着いていることになります。この家系が幕末までたどり着いているということを思うとすごい嬉しくなります。そしてここからまた秀政、徳姫の子供たちまで戻りましょう。1597年に2人の間に生まれている千代姫、宝珠院です。千代姫は細川忠興、ガラシャとの間に生まれた細川忠俊に嫁ぎ、細川光直が生まれています。この光直を簡単にご紹介すると、信長と家康と明智光秀の血を引いた熊本藩二大藩主となります。とてつもない血筋です。そして途中で養子を細川家内でもらいながらも続いていくこととなります。そしてまた秀政、徳姫の子供へ戻りましょう。1599年に2人の間に生まれた三男、小笠原忠友。もともとは旗本でしたが、兄で小笠原宗家の忠実が小倉藩に入ると、豊後の国木月藩4万石を拝領し、この家系も大名となっています。この忠友は後に三河の国吉田藩に5000石を加増され、4万5000石に加増移封されています。途中忠長の家系から養子をもらい、掛川藩、田倉藩、唐津藩と続き、第二次長州征伐で小倉口で指揮を取り敗北することになる小笠原長道はこの流れでの登場となり、ここも信康ごとくの血筋が幕末を迎えることとなります。この長道は老中を務め、戊辰戦争にも参戦し、新政府軍に抵抗していくこととなります。そしてまた秀政、徳姫の子供へ戻りましょう。1601年に2人の間に生まれた松平重直。この人物は松平姓ということになります。それは松平家の18松平のうちの野見松平家の松平重忠の婿養子となりまして、野見松平家を継いでいるということにあります。子供の松平秀親の代には豊後の国木月藩に移封となり、途中女系となりながらも、この家系は木月で幕末を迎えることとなります。ここでも信康ごとくの血筋が幕末までたどり着いているということになります。続いては信康ごとくの間に生まれたもう一人の娘を見ていきましょう。徳姫の妹で1577年に生まれている熊姫です。熊姫は1591年に15歳の時に本多平八郎忠勝の嫡男の忠政に嫁ぐこととなります。
忠勝としては家康の孫娘を息子の正室として迎えられることは非常に名誉なことになります。この本多忠正は父の隠居に伴い1609年より桑名藩主となっています。1617年には大阪の陣での功により姫路藩15万石へ加増違法となり、熊姫も姫路へ移っています。この忠正は1631年に亡くなり、熊姫は1626年に亡くなっておりますが、二人の仲は良かったと言われておりまして、二人の間には国姫かっこ永寿院、忠時亀姫かっこ延昌院、正友忠義が生まれています。それでは今の5名の子供たちからも家系を紹介していきましょう。まずは忠正、熊姫の長女国姫、1595年に生まれています。1605年には堀忠利に嫁ぎますが、堀家は1609年に改易となってしまっています。その後は1610年にキリシタン大名として有名な有馬晴信の子供の直澄に採化しています。そしてこの家系は最終的には越前丸岡藩として養子を迎えながらも幕末を迎えることとなります。続いて忠正熊姫の間に生まれた子供に戻りまして、1596年に2人の間に生まれた長男本多忠時、この人物といえば妻にはあの秀忠の娘で豊臣秀頼の正室だった千姫を妻として迎えていることが有名な人物となります。この忠時と千姫の間には一男一女を授かっています。この一女が勝姫と呼ばれる女性で、照政の孫で名君と謳われた池田光政に嫁ぐこととなります。そして岡山藩主として跡継ぎとなる池田綱政が生まれています。この綱政は池田家宗家ということで、もちろん池田照政の血筋を持ちながらも、母勝姫の母千姫の系統より秀忠、その父家康の流れを組み、かつ秀忠の正室郷の父母浅井長政大市の方、そして本多忠時の流れからなる本多忠勝にたどり着き、熊姫からは信康家康とつながり、五徳からは信長につながるという家系になります。一言で言うと、この池田綱政は相当パンチがある血筋ということが改めて家系図を追うと分かってきます。先ほど信長家康光秀の血筋が出てきましたが、この信康五徳からの家系は非常にパンチが強くなることが分かります。半端ないです。池田家は後に養子を迎えながら続いていき、女系として信康の家系は続いていくことになります。そしてここでも特筆すべき家系につながっていくこととなります。池田綱政の子供の正澄、その娘の静子が関白一条道義に嫁ぎ、逸子を産んでいます。この逸子は水戸藩主徳川春敏の母となる人物です。この水戸藩主徳川春敏の息子には徳川斉昭がおり、ここからは最後の将軍徳川慶喜が生まれています。そしてこの徳川春敏の娘の家系からは高須四兄弟の一人で第一次長州征伐の総督を務めた尾張藩主の徳川義勝もこの家系から生まれています。ここでも信康五徳の血筋は幕末まで歴史に名を残す人物たちを通り続けています。また忠正熊姫の間に生まれた子供たちに戻りましょう。二人の間に生まれた次女亀姫ですが、先ほども紹介した忠長忠種に嫁ぎ、小笠原家として続いていくこととなります。また忠正熊姫の間に生まれた子供たちに戻ります。1599年には二人の間に次男正友が生まれています。1615年には叔父の本多忠友の戦死により大竹藩を継ぎ、その後に播磨の国辰野藩に違法となっています。しかし今度は1626年に兄で先ほども出てきた千姫の夫の忠時が病のため亡くなり、今度は本多宗家を相続することとなり姫路藩主となっています。しかし1638年に亡くなってしまっています。また忠正熊姫の間に生まれた子供たちに戻りましょう。本日最後の家系紹介、1602年に2人の間に生まれている三男忠義です。父忠正が亡くなると姫路藩領を分け与えられ、その後遠江の国掛川藩7万石に加増違法となっています。その後も越後の国村上藩、最終的には陸奥国白川藩12万石へ加増違法となっています。この家系からも多く分かれていっていますが、忠義の三男の忠持の家系は幕末まで続いていき、最終的には泉藩として続いていくこととなります。
ということで、今回分かったのが、信康ごとくの子供たちには男子はおらず、徳姫、熊姫という二人の娘しかおりませんでしたが、その娘たちは子沢山で多くの子供たちから家系を大きく広げていくことになります。そして幕末に至るまで歴史上に名を残す人物を多く輩出しており、このような形ですが、信康ごとくを感じることができるのは非常に興味深いものがあります。一人一人について詳しくは載せられませんでしたが、今回はこの流れをぜひともご紹介したかったので、最後まで見ていただき本当にありがとうございました。またこれからも多方面で家系図は紹介したいと思います。この度はご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。